ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ん？なんだかいい匂いがするな。霊夢は何をしているんだ？カヌレを作っているの。最近ハマっていて、よくお店で買っていたのよ。ただ最近は外出もしづらいから、自分で作れるようになろうと思って。それはすごいな。味見するのが楽しみだぜ。まったく。少しだけだからね。あ、どうした？ちょっと手順をミスしちゃった。まあなんとかなるでしょう。問題ないわ。味見するのはやっぱりやめようかな。霊夢は、ケアレスミスを気にしないタイプか？多少のことは大丈夫よ。どうにでもなるわ。料理なら少しは問題ないかもな。だがミスを甘く見ていると大変なことになるぜ。何よ、いきなり。大事なことはちゃんとするから平気よ。霊夢はかなり油断しているな。それなら、ボンミスで巨額の損害賠償地獄になった事例を話そうか。え？そんなのがあるの？実は、ちょっと怖くなってきたから聞いておこうかしら。よし、それじゃあ。ゆっくりしていってね。それでマリサ。ボンミスが損害賠償になったってどんな内容なの？今回は、ちょっとしたミスをきっかけに、賠償騒ぎにまでなってしまった事例を2つ紹介する。一つ目は東京証券取引所が損害賠償しなければならなくなった事件だ。東京証券取引所ってよく東証って言われるところ？名前は聞いたことあるけれど、実際に何をしているところなの？東京証券取引所は株式会社日本取引所グループの子会社だから、一つの会社だぜ。株の売買が行われているところだ。株を売りたい人と買いたい人の仲介をしていると考えてくれ。なんとなくのイメージはできたわ。ちなみに、東証での取引には個人で参加することはできない。証券会社のような取引業者を介して行うことになるぜ。パソコンなどの電子端末を通じて取引は自動で行われる。買い手と売り手がそれぞれ事前に出した希望価格をマッチングさせる仕組みだ。マッチングさせるって具体的にどういうこと？要するに基本的には、売りたい値段と買いたい値段が一致すれば取引が成立するってことだ。買う場合は、指定した金額以下であれば取引が行われる。逆に売る場合は、提示した値段以上であれば取引が成立するぜ。同じ希望が複数あれば、買う場合は安く購入できるもの、売る場合は高く販売できるものが優先される。他の買い物と根っこは同じってことね。同条件であれば、希望が早かった順に取引が成立する。他にも、いくらでもいいから売りたい、買いたいと希望を出すこともできるぜ。そんな太っ腹なこと私には到底できないわ。その東京証券取引所が、この事件では、なんと107億円も賠償する羽目になったんだ。107億円。想像以上に巨額ね。一体何があったの？2005年12月8日に起きた J-COM 株誤発注事件がきっかけだ。この事件では、61万円で売ろうとしたものを1円で売ってしまったんだ。どうしてそんなことになるのよ。個数と金額を逆にしてしまったんだぜ。取引を依頼したみずほ証券は、希望価格1個61万円を1円61万個にしてしまったんだ。そういうこと。単純なミスですごい差が生まれたわね。入力するときに確認画面みたいなのは出ないの？不自然な取引を行おうとすると、エラーメッセージが表示されるようになっていたぜ。この時も通知は出ており、操作していた人も気づいている。ならどうして修正しなかったのよ？警告はたまに表示されるため、つい無視してしまったそうだ。経験があだになっちゃったのね。担当者は取引を確定してしまったが、すぐに気づいて取り消しの操作をしたんだ。その間わずか1分25秒。本当にすぐ気づいているじゃない。これなら、そんなに大ごとにはならないわよね。それが取り消しはうまくいかなかったんだ。取り消しできないの？それはまずいわ。早くなんとかしないと。追い込まれたみずほ証券は自分が1円で売ってしまった分を正規料金で買い戻すことにした。その結果、総額150億円以上のマイナスが生じてしまう。1円で売ってしまったから、とんでもない損ね。どうして取り消しができなかったの？取引システムに欠陥があったんだ。欠陥って？システム上の取引データが勝手に消えてしまうというものだぜ。それは大問題じゃない。じゃあ取り消ししようとした取引データが勝手に消えていて、うまくいかなかったってこと？でもそれなら取引自体のデータが消されているんだから、売買も行われないんじゃないの？
それが取り消しの際に確認されるデータと取引そのもののデータは別に保管される仕組みなんだ。どういうこと？つまり、取引の詳細が保存されているデータとは別に、概要だけが記されたデータが作られる。そして取り消しをした際には、概要を確認して一致するものをキャンセルする作りになっていたんだ。概要が取り消された取引は詳細なデータもキャンセルされる。だがその時は、概要のデータだけがバグで消え、取り消しをしても、該当する取引はないと判断された。その結果、取引の詳細データだけがそのまま残り、内容の通りに実行されてしまったんだぜ。概要の取り消しが入らないと詳細は残るのに、その概要だけがバグで消えちゃったのね。よりによって、詳細内容の方が残っちゃうなんて。それからどうなったの？損害が出たのは東証に責任があるとして、みずほ証券は裁判を起こしたぜ。システム上のミスが会社の責任になるかどうかが裁判では注目された。ボンミスがきっかけではあるけれど、会社のシステムのせいで問題が大きくなったんだから。責任取ってもらわないと困るわよ。霊夢の気持ちもわかる。東証に責任があったと裁判所も今回は認めている。だが、少し複雑なのは、そのシステムを作ったのが東証ではなく別の会社だってことだ。そうなの？じゃあ作った会社が悪いじゃない。確かに、そうとも考えられる。だが、コンピューターシステムのバグを完全にゼロにすることは現実的に難しい。あらゆる可能性を想定して、あらかじめ対処するなんてなかなかできるもんじゃないぜ。まあそう言われればそうね。システムの不具合っていう話は珍しくないし。だろ？他の裁判でも、欠陥をゼロにはできないから、開発者側に責任がないと判断された例もある。絶対にミスをするなって言われてもさすがに無理だもんね。ただそういうことってあらかじめ取り決めをしておくもんじゃないの？何か契約するときに、何々があっても責任は取れませんみたいな内容よく見るわよ。霊夢にしてはしっかり見ているじゃないか。いつもずるいなーって思って印象に残っているからね。責任を取らなくて済むような内容を契約書に記載しておくことは、霊夢の言う通り珍しくない。同様の内容は今回も記載されていたぜ。じゃあ裁判で責任があるってどうして言われちゃったの？問題をわざと起こした場合や、大きなミスがあった場合は別って内容も入っていたからだ。システムのバグが、この大きなミスに当たるかどうかが裁判では争われた。大きなミスでしょ、と個人的には思うけれど、どうやって判断するの？判断基準は2つある。1つは、結果の予測が簡単にできること。もう1つは、簡単に避けられたことだ。さっきの話を聞いている限り、簡単に予測できたとは思えないわね。そうだな。裁判所も大きなミスとは認めなかったぜ。でも責任があるって判断されたんでしょ？どうしてよ？確かにシステムのバグそのものへの責任は問われていない。だが、欠陥のあるシステムを使わせたこと、そして東証が取った行動に責任があるとされたんだぜ。実は、東証側は今回の取引に気づいた後も、取引の停止をしなかったんだ。そういった使わせる側の行動も含めて責任が認められた。気づいていて東証は止めなかったの？責任があるって言われてもそれは仕方ないわね。つまりシステムを利用者に提供する側は、不具合が起きる前提で、その対処まで含め、責任があるってことだぜ。ちなみに次の場合には、システム開発者側も責任が問われやすい。よく使われる機能や、それに関連する機能にシステムのバグがある。会社自体や周りに与える影響が大きい。不具合が想定しづらいとはいえ、作った側が全く責任を問われないんじゃ不公平だものね。結果として、東証には107億円の損害賠償が命じられる。システム全体の提供体制と、取引停止をしなかったことが理由だ。システム任せじゃなくて、きちんと対応しないとダメってことね。機械は便利だけれど、使う側もしっかりする必要があるのがよくわかったわ。二つ目は、京都大学医学部附属病院が、連絡ミスがきっかけで賠償しないといけなくなった事例だぜ。被害額は1億3516万円。さっきとは額に差があるけれど、冷静に考えれば十分大金よね。何があったの？合併症により一人の女性が亡くなってしまったんだ。命が犠牲になったんじゃお金に換えられないわね。その女性は妊娠していて、2016年8月1日に男の子を出産。京大附属病院に出産後も通院していた。
女性は体液の病気を抱えており、以前から治療を受けていたんだ。なんだかもう心配な流れ。そんな中、8月22日に受けた治療後に自宅で発熱してしまう。何か原因になるようなことがあったの？実はそれ以前の4月から、治療に新薬を使用していたんだ。これまでは体調に変化は起きなかったんだが、新薬には感染症にかかりやすくなる副作用があった。副作用のせいで免疫力も下がって影響が出たのね。体調の変化を感じたため、女性は母親にその日2度連絡している。1度目は15時59分。急激に寒気がしてきて、エアコンかかってない寝室の布団にくるまっても収まらない。と訴えた。8月の真夏よね。そんな暑い時期にそこまで寒気がするのは尋常じゃないわ。二度目は16時13分。寒くて動けない。早めに帰ってきてほしいと助けを求める。さらに25分後の16時38分には、ピンポン開けれるかしらてぐらい動けないと夫にも連絡した。玄関の扉を開けられないほど体調が悪かったってこと？女性の動揺具合が連絡内容から伝わってくるわね。女性は、病院の産科にも連絡して状況を伝えている。体液の治療を受けていたかじゃなくて、産科に連絡したの？ああ。胸にも異常があり、産後でもあったから、授乳による赤ちゃんへの影響が心配だったのかもしれないな。子供への影響は確かに怖いわね。だが電話を受けた産科の助産師は判断を誤ってしまった。女性の状況を聞いたにもかかわらず、自宅での安静を指示したんだ。病院に行った方がいい気がするけれど、専門的な判断もあるだろうし、どうなのかしら？女性の体調はその後も悪化。女性の状況を見かねて、帰宅した母親が21時に病院へ再度連絡する。電話で状況を伝えたところ、病院に来るよう指示がやっとあった。その際には、熱は40度近くあり、起き上がれないため水分を取ることも困難な状態だったんだ。それはもう絶対に病院に行くべきだわ。当然歩くこともできず、病院に着いても、車椅子の上でうずくまる状態だった。22時には産科にて診察を受けたが、状況から、新薬の副作用による感染症の疑いがあるため、女性が治療を受けている診療科へ引き継がれる。23時に、当直医による診察が行われるも、入院して経過を見ることに。かなり症状が出ているような気がするのに、大丈夫なのかしら。ある程度の症状は出ているものの、感染症と確定できる状態ではないと当直医は判断した。正確に診断するため、23時43分には詳しい検査も行われている。しかし、日付が変わった23日の4時25分にさらに症状が悪化。処置が行われるも、容態は悪化し続け、10時43分に亡くなってしまった。せっかく病院に来たのに、なんとかならなかったのかしら。亡くなってしまったのはとても残念だけれど、聞いている限り、単純なミスなんてないんじゃないの？症状からの判断としてはそうかもな。だが問題は、最初に病院へ電話した際に、自宅での安静を助産師が直接指示してしまったことだ。それだって難しい判断じゃない？確かにそうだろう。助産師も決して悪気があったわけじゃないはず。だが患者に異常があった際、医師の診察を受けるようその患者に促す義務が助産師にはあるんだ。自分で対処してはいけないと法律で定められているんだぜ。そうなの。それは知らなかったわ。亡くなった原因とは言い切れないが、決まりがある以上、医師の判断が遅くなる単純なミスだ。そして新薬の副作用に関する情報が産科には共有されていなかった。え？同じ病院で治療を受けていたのよね？それなのに情報が共有されていないのはおかしくない？私も個人的にはそう思うぜ。だから遺族は、助産師の指示と情報共有に問題があるとして裁判を起こした。説明したように助産師には、自ら判断せず、医者にかかるよう促す義務がある。その点から、状況を聞いた助産師は取るべき義務を怠ったと判断された。そういう決まりがあるのに、自分で判断しちゃったのはまずいわよね。病院に行ってもらう方が自分で判断するよりよほど簡単だし。だが、情報の共有については知らせる義務はないとされたんだ。どうして？同じ病院で同時期に診てもらっているなら、情報共有すべきじゃないの？治療を受けていた診療科から情報が書かれた患者カードを女性は渡されていた。症状が出た場合には、そのカードを見せれば治療を受けられる体制が取られていたんだ。
だから副作用の内容を他の科に共有する必要はなかったと裁判所は判断した。理屈はわかるけれど、それって結局患者任せってことよね。症状が出た時は冷静に対処ができる状態かわからないじゃない。病院側で対応する方がよっぽど安全だと思うわ。私も同感だぜ。提示すればわかるとはいえ、カード自体を忘れたり、紛失したりする可能性もあるからな。他にも、最後に女性の対応をし、経過観察の判断をした当局医の責任も問われた。この点に関しては、当局医の責任を裁判所も認めている。詳しい検査を指示した22日の23時43分までに、正しく処置すれば救えた可能性が高いとの判断だ。難しい判断もあるんだろうけれど、救えた可能性があるってのはやりきれないわね。2021年2月17日に、1億3516万円の賠償金の支払いが京都大学附属病院に命じられる。女性の夫は、勝訴できて安心したが、それは妻を救えたという証明でもあり、辛い。裁判での立証は難しいのかもしれないが、病院内で情報共有は必要だと思うし、義務がないという判断は納得できない、と語っている。旦那さんの言う通りだわ。救えたって事実がわかる分余計に辛いし、知らせなくていいっていうのは理解できないわよ。だな。治療の判断は難しいにしても、連絡や治療内容の共有くらい簡単なはずだぜ。ただ、ミスを全くのゼロにするっていうのも難しいわよね。それはそうだな。一旦思い込んでしまうと、明らかに見えているものでも人は見えなくなる。そういった思い込みが、普通ならありえないミスを生む。一件の事故や失敗には、29件の小さな危険が潜んでいるって話もあるぜ。それ聞いたことあるわ。ハインリッチの法則って有名な話だからな。さすがの霊夢でも知っていたか。その言い方はちょっと失礼じゃないかしら？ミスをしやすい人には次のような特徴がある。1全体像を把握できていない。2マイナス思考。3メモを取らない。3の意味はわかるけれど、1と2はどういうこと？まず1は、自分がしている作業が何のためのものかを考えられていないんだぜ。全体の目的が何なのか。その目的に対して今の作業はどういう意味を持っているのか。これらの点を考えていないと、目の前のことだけに集中して目的を見失ってしまう。本来は不要な工程やミスにも気づけなくなるぜ。手段と目的を履き違えちゃうってことね。一生懸命な人ほどこれは陥ってしまいそうね。には、ミスをしてしまった際に過度に落ち込んでしまうような人だ。そのせいでモチベーションも低下し、さらなるミスを生むという悪循環になってしまう。ミスを引きずっちゃう気持ちはすごくよくわかるわ。どうしていけばいいのかしら？まずは、人間にミスはつきものだという心構えが必要だぜ。そして、ミスを防止するための体制づくりも重要になる。具体的な方法はあるの？個人としては、次の5つが大事だぜ。1確認を徹底する。2こまめに相談。3しっかりメモを取って、情報を一元管理。4適度な休憩。5環境の整備。聞いたことがあるものが多いわね。これでミスを防げるのかしら？基本をおろそかにするそういう態度が危険なんだ。確かに、今挙げた内容に、目新しいものはないだろう。しかし、この内容を本当に徹底できている人とそうでない人とはミスの可能性にかなりの差がある。こういう基本こそ大事にすべきなんだぜ。まあ必要なことだからこそ基本って言われるわけだもんね。そういうこと。確認の徹底を癖づけるだけでも、思い込みは排除しやすくなる。会社なら、複数の人でチェックをするルールを定めるのもいいだろう。上司や同僚にこまめに相談しておけば、誤った時の軌道修正も簡単だぜ。メモの一元管理っていうのはどういうこと？気になったことを書き留めておくのは大切だが、あちこちに書いてわからなくなると意味がないからな。一つのメモ帳を使うなどして、情報を集約する必要があるってことだ。確かにメモしても、どこに書いたかわからないと役に立たないものね。同じ理由で、環境の整備も大事だぜ。しっかりメモしても、物が散乱していてメモ自体がどこかに行くと本末転倒だからな。思い当たる節があって耳が痛いわ。そして軽視されがちなのが、適度な休憩。休憩を悪いことのように捉える話も聞くが、適切な休息は欠かせない。人間の集中力には限界があるからな。疲れてくるとミスも起きやすくなる。休憩を取らないと作業効率も下がるし、休んだ方が、結果的に早く正確に作業も終わるぜ。
ずっとやっていると、精度が下がるのを感じるものね。休憩もできて、結果もうまくいくなら絶対にその方がいいわ。あと心構えとしては、失敗から学ぶ姿勢が大事だ。ミスはあるものだが、次に同じミスを繰り返さないようにするにはどうすべきかを考える必要がある。その都度しっかり考え、一つずつ対処法を身につけていけば確実にミスを減らしていけるぜ。失敗は成功の母っていうものね。今日は、霊夢らしくない発言がよく出るな。何か言った？いや、何も。ある会社はミスを防ぐために、面白い仕掛けをしている。面白い仕掛け？どんなのかしら？自分の体調を毎日共有するというものだぜ。同じ人間でも、体調が悪ければ作業に影響が出る。だからこそ、自分が今日は元気なのか、疲れているのかを共有するわけだ。それはいいわね。元気な時と、調子が悪い時じゃできることも違うものね。改善策を実際に試している人たちには、次のような感想を持つ人もいる。自分一人であれこれ前後策を講じるよりも、早く報告して他の人たちの知恵や力を借りた方が、はるかに有効だと感じました。気持ちも楽になります。ミスって一人で抱え込んじゃいそうだけれど、早くに相談するのがやっぱりいいのね。こんな工夫をしている人もいるぜ。なぜ起こってしまったかなど分析したり、記録に残したりして、職場で共有して同じミスをしないようにします。自分一人で済ますんじゃなくて、他の人と一緒に対応策を考えたり、情報を共有したりするのね。一人では出なかった意見も思いつきそうだし、とってもいいことだわ。私も見習って、ミスのない女を目指そうっと。今回は、ボンミスが損害賠償につながった事例を紹介したが、霊夢もミスを侮れなくなったんじゃないか？本当にそうね。少しのミスくらいなんてことないって今までは考えていたんだけれど、今回の話で甘さに気づいたわ。ちょっとしたことでも、大きな事態になることもあるって驚かされたもの。霊夢もわかってきたみたいだな。しつこいと思う時もあるだろうが、確認はやはり大事だぜ。人間はミスをするものだもんね。その通り。だからミスが起こる前提で、そのミスを防止する枠組み作りが重要になる。工夫を凝らしている人たちや会社の例もあったし、参考にしないとね。必要な情報は共有して、お互いに気づける体制作りが必要だぜ。ミスを防止して、悲しい出来事が起こらないようにしたいわ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。